2014年2月23日に、行われたサンプドリア戦で、本田圭佑はミラン加入後7戦目の、セリエ、A の試合に出場。先発は6試合目となった。ミッドウィークに行われたチャンピオンズリーグの、アトレティコ、マドリー戦に、出場していなかったということもあり、セイドルフ監督は本田を、90分間ピッチに、残している。ミランで2度目のフル出場である。おそらくは先週ピッチ上で、浴びせられたブーイングが刺激になった部分もあったのだろう。この日の本田は勇敢なプレーを、見せていた。序盤から積極的に、試合に行っていこうとする決意が、感じられ、実際に1対1の勝負を、12回を打ってその半分に、勝利している。これまでの試合では激しいプレーに、絡むことが少なかった本田だが、今回は4度のファウルに、関与。ミランの10番がファウルを、受けた場面は2回、ファウルを犯した場面も2回あった。2度目のファウルではイエローカードを、受けている。とはいえ、本田が取られた1つ目のファウルは審判の、ミスだったということは言っておかなければならない。2つ目は明らかな FK を、取ってもらえなかった直後に、苛立ち気味のプレイで取られたファウルだった。心情は理解できる。77分にセリエ、A で、初めてのイエローカードを受けた本田は、ドブエリ主審に向けて皮肉の、意味を込めたように親指を、立て、拍手の仕草を見せていた。場合によっては2枚目のイエローカードで、退場にもなりかねないジェスチャーだった。だが、このサンプドリア戦が本田にとって、重要な試合になったと、考えられる点は、まさにそういう部分にある。アウェイの観客の強い敵意の、中で、ファウルも含めた激しいプレーの、中心に巻き込まれるような機会は、おそらくこれが初めてだったということだ。この難しい環境の中で、狂気のようなリアクションもあったとはいえ、全体としてホンダは冷静さを、失うことなく堅実なパフォーマンスを、遂行していた。ボローニャ戦後に受けていた批判も、多少は和らぐことになるかもしれない。パス成功率に関しては、今回は 84% にとどまっている。それでも、悪くはない数字だ。相手陣内でのパス成功率は 77%。これも、許容範囲、だった。良くなかった部分を挙げるとすれば、前半に放った2本のシュートだろう。16分の1本目は大きく、空中へ蹴り上げてしまった。26分の2本目は、十分な時間とスペースを、得ながらもファーストタッチに、失敗し、シュートに十分な力を、込めることができなかった。終了数分前には、高いジャンプで競り勝ってヘディングシュートを、試みたが、枠に飛ばすことはできず、得意としているはずの強力なシュートを、イタリアのファンに見せることはまだできていない。全体的には、ホンダのパフォーマンスは先週より大幅に、改善されていたと言える。データに現れる部分ではないが、エネルギーと意志が感じられるプレイぶりだった。チームが全体として以前より良い戦いをしていたことが、ホンダにとって、プラスになった部分もおそらくあったのだろう。この試合を戦い終えた印象では、ホンダはイタリアのプレイスピードと、試合のテンションに慣れつつあると、感じられる。先週の低調な出来から立ち直ることができたのは、非常にポジティブな成果ではあるが、サポーターとメディアに完全に、受け入れられるためには、決定的なプレーにより直接的に、関与していくことが必要だろう。何よりも、ゴールを挙げることだ。その点では、セリエ、A出場3戦目で、2点目を記録した同じに加入選手の、アデル、ターラブにまたも遅れを、取ってしまう結果となった。いずれにしても、活躍を見せられるチャンスは目の、前にある。セイドルフ監督が来週末も、ホンダを右サイドに起用する選択を、したとすれば、ユブエントスのアサモアやキエッリーニといった選手たちと、マッチアップすることになる。ホンダとしてはこういう挑戦を、楽しみにしているはずだろう。2014年2月23日に、行われたサンプドリア戦で、本田圭佑はミラン加入後7戦目の、セリエ、A の試合に出場。先発は6試合目となった。ミッドウィークに行われたチャンピオンズリーグの、アトレティコ、マドリー戦に、出場していなかったということもあり、セイドルフ監督は本田を、90分間ピッチに、残している。ミランで2度目のフル出場である。おそらくは先週ピッチ上で、浴びせられたブーイングが刺激になった部分もあったのだろう。この日の本田は勇敢なプレーを、見せていた。序盤から積極的に、試合に行っていこうとする決意が、感じられ、実際に1対1の勝負を、
12回を打ってその半分に勝利している。これまでの試合では激しいプレーに絡むことが少なかった本田だが、今回は4度のファウルに関与。ミランの10番がファウルを受けた場面は2回、ファウルを犯した場面も2回あった。2度目のファウルではイエローカードを